トマーシュフボちゃんは、スロバキアジリナ出身のサッカー選手。ポジションは DF。オモニアニコシア所属。MK ジリナのユースでサッカーを始める。2006年1月から6月までは、ズラテモラフツェにレンタル移籍をした。レンタル終了後に MK ジリナに戻り2006から07シーズンには、レギュラーとして出場しリーグ優勝に貢献した。2008年2月11日。 ロシアの FC ゼニトサンクトペテルブルクに移籍金380万ユーロの3年契約で移籍した。ゼニトではイビビザクリジャナツ・ニコラス・ロンバーツが負傷していたが足掛かりを得ることはできなかった。2008年9月30日 UEFA チャンピオンズリーグのレアルマドリード戦では前半の4分にオンゴールで得点を許した。その年はリーグ戦で11試合の出場に出場し、 翌シーズンも11試合に出場した。2009年12月、イタリア人のルチアーノ・スパレッティがゼニトの監督に就任。2010年、トレーニングキャンプで2得点を挙げ中止を引く。リーグ戦は、左 SB で出場。2010年9月30日、UEFA ヨーロッパリーグのエク、アテネ FC 戦で、ゼニト移籍後発となる得点を決めた。 シーズン終了後に発表されたロシアリーグ最優秀選手33では左サイドバック部門で1位を獲得した。2011から12シーズンはセンターバックとして出場。リーグ終盤にはブルーのアルベスに代わってスタメンで出場した。2016年7月8日、フランスのオリンピックモルセイユへ完全一席。8月14日のトゥールーズ FC 戦で CB として出場し、リーグアンデビューを果たした。しかし、ロランドとドリアの両 CB からポジションを奪えず左 SB として起用される機会が増加。シーズン後半戦には、パトリス・エブラが加入したため一試合の出場に終わり、リザーブチームでも試合に出場した。2017年9月7日、トルコのトラブゾンスポルエレンタル遺跡。二千七年十一月十一日、 サンマリノとの試合でスロバキア代表デビューを果たした。2010年以後はコンスタントに出場している。ありがとうございます。